イオン・ドーザ店は、かつて、長崎県長崎市ド座ザ町に存在した、大型商業施設である。大英時代の店番号は0471。建物は、地上4階、地下1階建て。開業当初は、丸るユニード長崎店として運営していた。ユニードが、大英グループ入りしてからは、ショッパーズ長崎の店舗名で運営していたが、1九9四年四月、ユニードが、 大英に合併されてからは、大英の直営となり、大英長崎店との重複を避けるため、大英銅座店に店舗名を変更した。2015年9月1日に、イオン九州に同店の営業権が承継され、イオン銅座店となった。2017年2月28日、建物老朽化を理由に閉営店。丸英時代から加算して47年間の歴史に、 幕を下ろした。店舗は解体の上、カンデオホスピタリティマネジメントが運営する、カンデオホテルズ長崎新地中華街が建設され、2020年3月16日に開業した。かつて4階は、ブックゲーム、サイジのフロアが置かれていたが、2012年2月末をもって閉鎖された。出店前店舗の一覧は公式サイト、フロアガイドを参照。 ありがとうございます。